キム・ジェウクは、韓国のモデル、男優、ミュージシャン。マネジメントサプ所属。183センチメートル。ソウル芸術大学実用音楽科卒業。父親の仕事の関係で生後間もなく来日し、小学校に上がる前まで東京に住んでいた経験があり、ネイティブに日本語が話せる。父は仕事をしながら、慶応大学に通っていたため、東京にいた頃は、 慶応大学の近くに住んでいた。中学2年生の時にはアイルランドに単身、留学していた。韓国に帰国後、高校2年生でモデルデビューし、多くの CM やファッションショーに出演。最終学歴は受験倍率300倍とも言われる、ソウル芸術大学実用音楽科を卒業。高校在学中からバンド活動を始め、ギター。 ボーカルを担当するなどアーティストとしての顔も持つ。好きな日本の俳優は、堤真一。好きな日本のアーティストは、シーナリンゴと彼女のバンドである、東京事変、ビーズや、ミスター・チルドレンなどである。2002年ドラマ、勝手に仕上がれで、インディーズバンドのベーシスト役に抜擢され、俳優デビュー。2007年、コーヒープリンス1号店では、モデル出身俳優らしく、 無造作に束ねたロングヘア、黒いマニキュアといった独創的なスタイルを披露し、流暢な日本語、クールな演技と相まってワッフルソンギとして人気を集めた。2008年5月には第9回全州国際映画祭の広報大使を務める。同年11月公開のアンティーク西洋古董洋画子店で映画デビュー。魔性の芸の異名を取るパティシェを大胆に演じた。 同年放送の歴史ドラマ、風の国では、ひげにロングヘアというスタイルで、チンピラのボス役をコミカルかつワイルドに演じた。2009年10月グランドミントフェスティバル街を務め、同時に大学時代の同期とモダンロックバンド、ウォルラスを結成。ギター、ボーカルを担当し、グループ名は、ビートルズが1967年にリリースした曲、I.A.M. The w a l l a l e にちなみつけられた。 10月24日、公式に、ウォルラスとして、ステージ公演を行う。2011年1月24日夜日ショートトン、シングル、ウォルラスをデジタル配信、プロデュースは、彼が好きなシーナリング及び、東京事変との仕事で知られる、レコーディングエンジニアの井上宇にに依頼した。2010年3月に配信開始となった、日本のビトブ初のオリジナル韓国ドラマ、 君の記憶を僕にくださいピグマリオンの恋では、キム・ジュンと共に、初の W 主演を果たす。続いて、一年半ぶりの韓国ドラマ復帰作、韓国 SBS ドラマ、悪い男、メリワ外泊中にて、新たに注目を浴びる。これら三作品でも日本語を披露している。2011年5月から、ミュージカル初出演となる、韓国5番、2011ヘドイグアングリーンチの、 ヘドウィグ役で出演するも兵役に備え途中交番となり7月5日に入隊。兵役を全うし2013年4月4日に除隊。除隊後は A、リストエンターテイメントに所属。2015年6月ソンスンホンダと同じ事務所、ベタエントに移籍を発表。2016年6月1日待望の日本、公式ファンクラブ、ラックが発足。 2016年7月9日には映画二つの恋愛が日本公開され日本語実力の高さを知らしめた。2016年7月から8月にかけて日本に1ヶ月半ほど滞在し監督とキム・ジューク以外を売る日本人キャストという日韓合作映画の撮影を行った。主演は中山美穂。2017年6月マネジメントサプニー遺跡を発表。 ab, キム・ジェウク innolife.net, 2021年5月17日閲覧。abc, 人材が豊富すぎる。韓国俳優30代後半のショ ウィッカー、h t t p s コ o ン o n スラッシュ、スラッシュ、キロトン .wowkorea.jp スラッシュ ,news-read スラッシュ 63249.html2021 年5月17日閲覧。ab 完璧な日本語にファンも驚愕。独特な雰囲気を持つキムジュークの素顔とは ?2011 年8月31日閲覧。 キム・ジェウク東京ファンミ、初恋は救歳年上の日本人女性でした。ウィッカー、https コロンスラッシュスラッシュ www.wowkorea.jp スラッシュニューススラッシュエンタースラッシュ2009スラッシュ1109スラッシュ10064204 HTML2021 年5月17日閲覧キム・ジェウク。 マネジメントサプト専属契約を締結。今夜と同じ所属に。クスタイル。https コロンスラッシュスラッシュニュース .kstyle.com スラッシュアーティクル .ksn。アーティコルのイコール207万18592021年5月17日。閲覧。キム・ジェウクとカラギュリ共演のラブコメ7月公開。日本語での会話を収めた。横告編。 映画ナタリー。http コロンスラッシュスラッシュナタリーミュースラッシュ映画スラッシュニューススラッシュ1898322016年6月7日閲覧。ありがとうございます。